参院と参院を結び、国鉄時代から愛されてきた特急ヤクモが新しく生まれ変わり、6日から運行を再開しました。出発地点の島根県出雲市駅のホームに真新しい車両がゆっくりと入ってきます。273系新型ヤクモは JR 西日本が160億円をかけてモデルチェンジしました。沿線の景色に映えるブロンズカラーが特徴です。 座席の間隔は従来より7センチ広くなり、新幹線と同じくらいのゆったりしたシートを備えます。雲がデザインされた向かい合わせの座席では、座面をフラットにして足を伸ばすことができ、快適性が向上しました。このほか、全席にコンセントが設置され、Wi-Fi も使用できます。特急ヤクモの走る中国山地はカーブが多く、これまで列車の横揺れが課題でしたが、 新型車両では2割改善されました。特急やくもは6月までに44両が新型に入れ替わる予定です。